どうも、ですえっと実はねずっと撮っていたんですけれども、えー、撮っていた動画を見るとですねちょっとパソコンが重かったのかどうか分からないですけれどもカクカクしてしまっているのでちょっと使うかどうか分からないですがいつもと違ってですね完成形を見ていただいてから、えー、使えるところをダイジェストでお流しするという <laughs> えー、ことになってしまいそうです申し訳ない。 えっとまあ、たまにねこういうパソコンのトラブルがあるので何とも言えないんですけど特にマインクラフトは作ってしまった後は取り直すことができないのでちょっとね困っちゃいますけれども今回作っていたのはですねえー、っとよく質問されるんですけれども質問していただく方が多いんですけれどもスライムねどうやって探すんですかスライム見つかりませんっていうねいう、えー、ご意見が結構いただくのでそれのね スライムチャンクの探し方をご紹介するっていう趣旨の動画をね、撮ろうと思ってたんですけど、あとはそうですね、スライム、私がどういう風にスライムを、スライムボールをね、集めてるかっていうところをお見せする予定でしたが、えっ、ー、と、ある程度ね、できた後に、ちょっと内装とかね、えー、ちょっとギミックをいじってたっていうとこだけだったんですけども、今回の動画は。えっ、ー、と、実際お見せするとですね、えー、こちら側、ちょっとね、 え前は 1, 1ラインしかなかったんですけども今度今回は作らなかったんですが、えー、こういう風にボタン式にしてね、えー、すいません、うん、ここにボタンを設置して、えー、行き場所をねデスネーション到着先を3つ選んでから、えー、マインカートに乗るとそこに着くよっていうものをここに設置しようかなと思ってこんな形にしてます。 で今回お見せしたいのは、ね、スライムの施設なんですけれどもスライムの施設はまだ動画にしたのはしてなかったんじゃないかなちょうどねスライムチャンクが3つ重なってる場所があったんでそこを、えー、掘ってですねあのー、こんな形にしてるんですよちょっとここね、えー、スペースが余ったんでサトウキビ畑をね ここに上にずらーっと上に重ねようかなと思ってるんですけどここがあのスライムのね、えーえー、回収場所となっております以前はねこれなかったのこのスライムの形してるスライムの形なのか分かんないですけど <laughs> この緑色の枠がなくてですねこれだけこのちょっと見える黒い木の,のね、えー、枠組みだけだったんですね、うん、でここがねあ今スライム湧いてますねちょうど ここがねスライムチャンクなんですけどチャンクっていうのは1 6る1 6 1 6マスける1 6マスの、えー、大きい正方形のやつがね、えー、ここがちょうど3つ重なってるんで4 8る1 6っていうところなんですがスライムはね Y 軸が40以下でね、えー、枠形になるので、うん、ちょっと低いところに作ってありますで えっと今ちょうど料理クックねじゅうじ言ってましたけど、えー、溶岩ブレードを用いてサイズを小さくするというちょっと新しい試みをやっております、えー、お見せするとですねここがスライムチャンクになってるんですけれどもここが Y 軸27ぐらいなのであともう2つフロアぐらいつけられるんですがまあこれでもいいのかなって思っておりますでお堀にしてですね、えー、落ちた スライムをあそこのところに集めてサイズを最小単位にして、えー、上に上がってきてもらうという形になっております、えー、スライムをね、えー、こういうのを作ってる方の中では多分水没式でね水没させて、えー、窒息ダメージを与えて、えー、スライムを小さくするということをやってる方が多いと思いますけど今回外人さんの部屋でね外人さんのフレンドのお部屋でいいものを見つけてきたので あのー、それをねちょっと教えてもらって、えー、作ってみました。ということで、えー、最小単位にしたスライムくんたちはここに集まってこんな形でねあの集まってパンチで倒せますよというのが、えー、メリットとなっております。 ってことでですね、えー、一応この装飾とかもね、全くしてなくて、ただの石の部屋だったんですけども、装飾する模様とかを動画にしてたんですが、全部ちょっと使えるところが少ないので、今回は完成形を見ていただいてから、えー、ちょっとずつダイジェストでお送りしようかなという試みでございます。ダイジェストをお見せする前に、スライムチャンクの、ね、効率的な探し方、流れてきましたね。こういう形で、えー、スライムが えー、はしごに登ってね、えー、スライムははしご登ってくれる習性がありますのでよいしょそこのね穴の中穴にはしごがついてて下からずっと上がってくるという形になっております、うん、で、えー、その部分もねあとでサバイバルの方じゃなくてクリエイティブの方で模型を作ってますんでそちらの方でご説明しようかなというふうに思います結構ね湧いてくれるでしょ スライムチャンク3つ重なってるんで、かなり効率がいいんじゃないかなと思います。あっちの上で湧いてますね。ということで、えー、まずはね、スライムチャンクの探し方ということで、あのそちらの方を動画に、えー、撮ってまいりましたので、そちらの方をご覧ください。さて、えー、っと、今見ていただいているのはゲームの画面ではなくてですね、私のラップトップ、えー、ノートパソコンの画面になります。えー、動画内でお伝えしたね、 スライムチャンクの効率的な探し方ということで私がねいつもご、えー、利用させていただいているサイトの方をご紹介しておきたいと思います、えー、こちらのサイトはね海外のサイトなので英語なのでねわ、えー、からないよっていう方いらっしゃるかなと思って使い方も簡単にご説明しておきますこちらのサイトご利用いただく前に、えー、自分のシード値マップのシード値ですねを調べておいてください <laughs> えー、PS3 でも遊んでる方、えー、Xbox で遊んでる方、えー、PC 版で遊んでる方、どなたでもご利用いただけます。他のサイトもあるんですけど、PC 版しか使えなかったりするケースもありますので、ご注意ください。今回は、えー、チャンクベースと言われるこのサイトを使っていきます。えー、今見ていただいてるい,いてるのは、ね、トップページなんですけれども、えー、今回、えー、言っていただきたいのは Apps、Apps AP って書いてあるここですね。ここを押してください。 はい、そうするとですね、このサイトでは、チャンクファインダーズって言ってね、スライムチャンク、スライムの場所、えー、ビレッジの場所、マインシャフトなので廃校の場所、えー、デザートテンプル、えー、砂漠の迷宮かな、えー、砂漠のなんかお城ですね、ジャングルのお城、えー、ストロングホールドっていうのは地下のあのー、なんか迷宮みたいなところですね、ネーザーの、えー、お城、ウィッチハットっていうのはこれ、まだ XBOX では追加されてないんじゃなかったでしたっけちょっとわかんないですけどね。 えー、なので、えー、こんな形で使うことができます。で、えー、今回お見せしたいのはスライムチャンクなので、こちらの方、スライムチャンクを押してください。で、えー、とスライムファインダーと下に表示されてますよね。<laughs> ここが、えー、ここを見ていただくんですけれども、自分のシード値をこのシードと書いてあるところに、えー、入れてください。私のシード値は今こういう風になっています。こんな感じですね。 で、えー、もうちょっと下に行っていただくとですね、ここに PC って書いてあるところがあります。ここを押していただいて、Xbox か PS3 で遊んでいる方は、ここをこ,こっちに変えてください。でそれで、えー、Find Slimes っていうふうに押すと、あら不思議。こういうふうにね、自分のマップ、そのもの、マップのね、えー、座標が表示されて、この緑の四角の部分が、えー、スライムチャンクとなります。 結構スライムチャンクってあるんですね、全然分かんなかったですけどうんで私がねスライムのものを作ったのはこの3つの部分ですね3つ重なってますよって言いましたよねチャンクっていうのは 16×16 16なのでそれが3つ重なってるので縦が16幅が48というこの3つの幅のところでスライムが湧いてくれますよという形になってます もちろん近くのところでもね湧くので湧、うん、き潰ししておかないとここでしか湧かないようにはできないんですけどもそれでも3つ重なってるので結構まあ湧いてくれるんじゃないかなと思います、えー、1つのところで作ってもいいですけれどもどうせだったらこういうふうに3つ重なってるところこうやって4つ近くにあるところとかをうまく使ってスライムのね狩り場を作ると効率が上がるんじゃないかなと思います一応ですね確認しておくとスライムは、えー、っとスライムチャンクでしか湧きません でえー、っとその枠条件っていうのはね、えー、地下 Y 軸が40以下ですかねで高さが4マス以上だったと思うんですけどちょっとこれ定かじゃないそうだし一応5マス取ってますけど4、えー、でも開くんじゃないかなと思いますまあちょっとある程度の高さが必要とあと真っ暗だと湧かないので、えー、ちょっと明るくしてあげないとダメってことですね その点に注意していただいてこの緑のところのね四角で囲まれたところで、えー、スライムを探してみてください、えー、ということで今回はこのサイトご紹介しておきますんで、えー、ご興味ある方はリンクの方から飛んで実際使ってみてくださいでは、えー、またサバイバルの方に戻りますここ木で今囲んであるところ全部スライムの銅像みたいのにして いう感じでね口からスライム出てきますみたいな感じあ部屋それでは枠のを待ってる間にねちょっともう作り始めちゃいたいと思いますよしってるうと、うん、るかなこんな感じで、えー、ここをねスライムの顔にしたいんですよここ4つ伸ばスここから張りです ちょっとこんなのにしなきゃよかったっていう話でもそんなまあ量としてはまああと1時間ぐらいあれば終わるわとりあえずこっちの壁をねほったらかしで始めてしまったので <laughs> えーっとまずここの壁をですね作ってよいしょ あっちのね、サトウキビ1段目だけ作ろうと思って。OK。で、えー、っと、ライだっけそこだよね。よいしょ。ある程度明るくないと、多分成長しないと思うんですけど、まあ、これだけ試してみよう。ようあ動いた。 さて、えー、またサバイバルの方戻ってきました。えー、っと、スライムのチャンクのね、スライムチャンクの探し方はお伝えした通りです。で、えー、ここのね、16× 今、私が使ってるのは 16×48 というスペースのところでね、スライム湧いてくれるんで、それで、えー、この水路をね、作って、えー、走って落ちてもらって、1箇所に集めて処理するという形なんですけども、サバイバルだとね、ちょっとお伝えしづらいので、えー、これからね、 あのクリエイティブの方で同じものを作ってご紹介しておきたいと思います通常は先ほどお伝えした通り水没型をね使ってる方が多いと思いますけどこれも結構効率がいいので、えー、もし興味ある方は作ってみてくださいこんな感じでね、えー、私のところでも結構湧いてくれてるんであのスライムボールに困ることはなくなりそうですで、えー、もう一つねご紹介しておきたいのは、えー、今回ちょっと まだ作りかけなんですけれどもあのちょっと寂しかっただよねどうせあの商人たち村人とのね交渉っていうか何ていうのかなや取引でね、えー、使うかなと思ってあの紙がね大量生産できるようにここにねあのー、なんだっけこれシュガーケーンサトウキビの、ね、畑を作っておこうかなと思って。 え簡単に作っておいたんですよで、えー、これ今2段重ねになってますけどこれを5段ぐらいにして、えー、一気にこのボタンで回収する形なんですけれども、えー、裏側をお見せしておくとですねよいしょまあ裏側はこういうふうにリピーターで繋いでるだけですね簡単にはい、えー、形をねこだわって作ったのがえー、さあの <laughs> 災いしてですねあの普通にまともに作ればよかったんですけれどもなんかこの形が気に入ったのでこうしたんですが、えー、取りこぼしが発生するってことにね気づいて押すとですね全部は回収でできないんですよね <laughs> これちょっと改良した方がいいですかね砂糖菌ポンポンを植えられるんでまあポンポンね育つんでいいかなと思ってるんですがちょっと取りこぼし目立つなっていう。 ちょっと改良できそうだったら改良しようかなと考えております。ってことでですね、えー、っと、今から何でしたっけ、えー、クリエイティブの方に行って、どういうふうにね、このスライムを小さくして上に持ってくるかっていう機構のところをご紹介しておきたいと思います。さて、えー、クリエイティブの方に来ました。サバイバルの方でお見せできなかったね、スライムのサイズを調節する、えー、システムをご紹介しておきたいと思います。 え何回もお伝えしますけれども普通は水没式を利用する人が多いんじゃないかなと思いますけどこちらの方は溶岩ブレードなのでえちょっと新鮮かなと思いまして紹介しておきたいと思いますこちらは私考案ではなくてですね外人さんのお友達の部屋に行ったらえ似たようなものが作ってあってですね溶岩ブレードでさっさっとえスライムの大きさをね小さくするということができてたのでえ参考にして作ってみましたということでですね えー、溶岩ブレードを2枚搭載していて、えー、こちらの方からスライムが流れてきて一番大きいサイズのものがまず第1の溶岩ブレードで、えー、中規模のサイズに変わりますで中規模のサイズのやつがこの2枚目の刃で、えー、焼かれて焼かれてっていうかねダメージを食らって分裂して一番小さなサイズのやつが下に落ちて流れていって、えー、はしごで上に上がっていくという形になります え私がねやったようにスライムチャンクを2つ3つ4つ5つと同時に狩猟する場合は大量のスライムを処理すすることになりますその場合はねえ一番ここをこの大きいスライムは通過できるんですけれどもこの2つ目のところがねえ大量の中規模のスライムが押し合いへし合いをやってしまってたまに死んでしまうということが起こります。 なので、えー、私は3でやりましたけれども、あのー、アイテムロスをねしたくない場合はこれ大きさをねここを45にしてみてください <laughs> この幅溶岩ブレードの幅を4か55あれば安心ですね4でも大丈夫だと思う3でたまーに起こる感じなのでまあ安心したいんであれば4か5にするということを覚えてください 大量の中規模のやつが詰まってしまうという事態を避けられますので、それでね。うん、で、えー、こちらの方にソウルサンドも使ってますけれども、通常のやつでもいいんじゃないかな。外人さんはね、えー、ソウルサンド使ったほうがいいよって言ってたんですけど、普通のブロックでも普通に動いてはいたんですが、こっちのほソウルサンドちょっと高いんですよね。 なのでそれを利用してるんじゃないかなと思いますうんで、えー、トラップドアを使ってねこれトラップドアだとよじ登ってちょびっと当たるんですよ中規模のやつだけジャンプでねあの溶岩ブレードに頭を当てて、えー、分裂して最小の体に戻るという形なので、えー、これねはしごにしちゃうとそのまま溶岩に突っ込んでっちゃうのであの燃え焼け死んでしまうのでね、えー、トラップドアがいいんじゃないかなと思います で、下に落ちた後、えー、こっちから上に上がっていくという感じですね。ちょっと夜になっちゃった。夜になっちゃった。夜になっちゃった。寝ます。すいません。<laughs> えっと、まあ、いろいろね、あのー、試してやってましたけれども、水没式が一番、ま、あ、アイテムロスもなくていいとは思いますが、こっちの方はね、結構時間がね、あのスムーズにいくんで、あの、なんていうのかな、サクサク、サクサク、あのサイズをね、えー、変えることができるんで、大量のスライムをね、 えー、やる場合は結構便利じゃないかなと思いますでは、えー、実際ね、えー、ちょっと見ていただこうかなと思いますよいしょあちっちゃいやつしかいかなかったち大きいやつ来ないかなほら大きいやつ大きいやつちょっとちょっとどこ行くどこ行くそう入って入ってよいしょ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 大きいやつが流れていってですねまず第一の刃で頭を焼かれて 2つになりますで、えー、そのまま焼かれて、えー、小さいサイズに戻るという感じですねで、えー、小さくなったら下に落ちていってはい下に落ちていって上に上がっていくという形です一応詰まることも特にないのであのー、ねたまーにそこで死んでしまうということがありますけれどもそんな頻繁には起こらないので大丈夫かなと思います 大量のスライムがここに溜まったらね、えー、ダメージのポーションを使うと一発であの消せるんで、非常に便利だと思います。もうちょっと見てみようかな。あのー、ちょっと待ってください。壁にね、すり抜けてどっか行っちゃうんですよ、スライムが。また、ほら。ちょっとやめてよ。じゃここで沸かせりゃいいのか。こうやっていって。こうすりゃいいのか。あー、また出ていっちゃった。大量のスライムが行くとどうなるか。ダダダーンといって、えー、燃えて、今のところ順調ですね。 そこでも死者は出ていない。出てないですね、今のところ。<laughs> たまーに焼け死ぬぐらいなので、まあそうですね。結構早くスライムの形がどんどん変わっていくと思うので、見ていただいている通り、非常に効率よく、あ、死なずに、誰も死なずにいきましたね。ってことで、えー、ここに大量のスライムが溜まるということですね。はい。ということで、これ言って、 これで倒しちゃえばもう一気に倒せるということですねはいということでまたえーこちらの方はねうーん作り方をご紹介するまでもないかなと思いますのでここで止めていただいてねえっ、ー、と溶岩ブレード2枚、えー、段差をつけてやっててこの隙間が2つあるということとここがねちょっと重要なので <laughs> えーまあ、ソールサンド使っていただいた方がいいかなと思いますのでソールサンド、えー、板ガラス、えー、水があって上にそうですね看板で、えー、と向かい側にはトラップドアで溶岩ブレードを作成するということで下に落ちてもらうという簡単な機構ですあえてね、えー、作り方はここからこうこうしてこうしてっていう風にはやりませんのでここで止めてゆっくり作ってみてください結構便利なんでね、えー、ご興味ある方は トライしてみてくださいでは